こんにちは、ドラムの黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はハイハットの、踏み方で左足が疲れるんですけどという、質問がありましたので、ちょっとハイハットの踏み方について解説していきたいと思います。ハイハットはですね、僕も最初習った頃はこうシーソー運動、かかとをつま先、かかとをつま先っていうのをやりなさいって言われましたね。で、僕はこの踏み方を使うのはバラードの時とかは、例えばブラシでやってる時にこういう風に使います。で、まあ多分もうかかとに行くというよりかはまあスローテンポのシンバルを叩く時とか、そういった時はこのようにもうかかとはほとんどこう上げずにつま先だけでこう、ただまあかかとの方にこうグッと一回行っておくと、まあタイムは取りやすいので、まあこのように演奏することはよくあります。テンポが速くなってくるとこれだとかなり、しんどいと思います。これでやろうと思うと、ただテンポがもちゃくちゃ速かったら、すごく速くてってなるとこう音がもう間に合わないので、こういう時はもうヒールアップ奏法で、ジャズはリズムを出す時はみんなそうですけど、もうかかとを上げて、ゴーストはこれで踏んでおいて、このような踏み方です。こういうような踏み方になることが、まあ、多いと思います。なのでなんか多分このシーソー運動で速いテンポ踏んでたんじゃないかなと思うんですが、これだとかなり僕でもしんどいですし、多分踏み切れないと思います。なのでテンポはこうある程度ミディアムテンポだとゴースト踏む、ゴースト踏む、こうかかとでこうゴースト取って、で足でここを蹴って体重一瞬上げたらすぐにこう踏み落とすみたいな感じですね。スプラッシュ奏法やるときはこのままここをここの部分をこの辺りにこうつけて、でこう体重をうまく調節するとすごく開けるとこのような音です。このように、中くらいの押さえつけ具合、こうやってグシャって感じだし、チッてやりたかったらつま先で踏むという。というハイハットの奏法もあります。で、速いテンポで超高速レガートになった場合は、ゴーストは踏まなくなります。200、400に落としてあげる。これぐらいのテンポになってくるともう踏んでられないので、裏拍だけ踏んで裏側にうまく足が乗っかってるみたいなイメージにすると、ハイハット踏みやすくなると思います。なのでスローテンポでバラードをやるときはこのシーソー運動はありだけど、基本的にはシーソー運動っていうのはよっぽど しないです。だからシーソー運動で練習すると、まあ僕もレッスンしてると教えやすいのは教えやすいですね。ただその実際の実践でこれを使うかって言ったらあまり使わないで、まあ全く使わないかってそんなことはないけど、あまり使わないって感じですね。でつま先だけで踏む、でこのようにヒールがこうダウンした状態で踏んだ方が音は柔らかくなるので、こう音のなんていうかチッっていう、こうタイムじゃなくてちょっと広がった感じになるので、こう柔らかい感じ、優しい感じなので、ジャズバラードにはすごくもってこいですが、それでもこういうスピードのない音ではなくて、ちゃんとしっかりスピードを出して踏む。だから上で構えといて瞬間で踏むって感じです。で普通のミディアムテンポの場合はタイムが来るのをギリギリまで引き寄せてこうポンと、だからこう最初のクリボーをこうポンと踏みつけるみたいな、他のバスドラの動画でもお話ししました、ギリギリまで引きつけてポンってポンって踏みつぶすみたいな、タイムを踏みつぶしてこう引くみたいな感じ、そこのタイムにクッと落とすっていうイメージです。
という感じですね。こういうふうに白取る人もいるし、みたいなイメージでですね。というわけで本日は、ハイハットの、踏み方でございました。ありがとうございます。今日もご視聴最後までありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白かったなとかためになったなっていう方はいいねのボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。メールマガジンではこういった内容のものを毎日、お昼に配信しておりますので、もし面白いなと思った方はぜひ登録お願いします。こちらの方のびっくりマークの方ね、押していただけると中に入れて、メルマガのどんな内容なのかっていうのをそのページで見ることができますので、 LINE アットもありますからそちらの方で登録ぜひしてください。以上です。黒田でした。ありがとうございました。